マスターマインドジャパンアーカーブ 3rd へようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、プレミアムバンダイ、超合金魂、マジンガゼットとマスターマインドジャパンのコラボレーションのアイテムを紹介させていただきます。こちらの方は輸送箱になっています。フロント、レフト、バック、超合金魂、マジンガゼット、革新、あ、革命、マスターマインドジャパンエディションになっています。 で、ライト。で、フロントになっています。それでは、輸送箱の方を開けていきたいと思います。それでは、取り出していきたいと思います。 いいですね。マスターマインドのロゴ。後ろはこんな風になっています。こういう風になっています。で、ライト。あ、レフト。で、ライトですね。こんな感じです。めちゃくちゃかっこいいです。それでは、袋の方を出していきたいと思います。こちらからですね、上げていきます。 テロテープが難上に貼ってありますね。2箇所止めら、あ、3箇所かな。3箇所止められてますね。外れました。それでは中身を出していきます。 袋が破れないかちょっと心配ですがこのようになっていますスリープですねフロントまあ今さっき見せましたよねこんな感じですでスリープを外してみましょうこんな風になってますこれ光ってますねむちゃむちゃこっちフロントですで レフト、レフト、バック、ライト、で、フロント、トップ、ローになっています。それではこちらの方もテープを外していきたいと思います。えー、っとね、ちょっとこれ箱はね、いつもだったら、あのー、 風景として置くんですけど、すごいね、テカリがあるので、こちらの箱の方は後ろ飾らないです。あの反射して自分が映ると本当困るので、こちらの箱の方は今日はあのバックの風景としてちょっと飾らないようにします。 あのー、やっぱり段ボールはすごい頑丈ですね。いい感じです。説明書です。マスターマインドバージョンですごい説明書もこだわってますね。こんな感じです。えっ、ー、と、自分はね、えっ、ー、と、説明書の方は未開封でいつも取っています。で、こちらの方が ブリッサー入っているものになりますね手とかあれですねもう外れてる状態で入ってるんですねこんな感じですそれでは開けていきたいと思います 取り出してみます本体ですねすねごいフロントのドクロがむちゃくちゃかっこいいです。この足の方でバックの方は何も書いてありませんね。 えっと、結構ね、思ったよりも軽いです。膝の関節はこういう感じですね。結構曲がります。これはね、ちょっとガシガシ遊ぶように、あのー、自分は、開けてま、購入しましたね。これ2つ持ってますんでね。えっと、手の方もすっごい軽いです。 こんな感じです思ったよりもね軽いですね入りましたこんな感じですで左の方右の方入りましたレッドスクランブル ちょっと取り付けたいと思うんであその前にパイルダーの方見てみましょうすごい細かいですね黒色かっこいいですよこんな感じですパイルダー磁石になってんのかなと思ったら磁石になっていませんねこれを頭部の方につけ頭部につけていきたいと思います で、後ろのジェットスクランブル、こちらですね。こういったのも、今からつけていきたいと思います。手の方をちょっと組み替えてみました。やっぱりブラックのこの光沢がむちゃくちゃかっこいいですね。フロントになっています。むちゃくちゃかっこいいですね。やっぱマスターマインドイコールもブラックなので、 すごいかっこいいです。で、やっぱり細かいこの、なんていうんですかね、尖ったところがあるんで、これがね、もうこけたら破損、ほんと注意ですね。怖いですね。ディテールがすごいいいです。え、パイルダーの方も、ここがね、すごく、あの、怖いんですよね。これとあの、取れるんですけど、例えば、あのー、 本体の方が、後ろに倒れた場合、こういうところがもう、必ずプラでできてるんで、破損がすごく怖いですよね。こんな感じですね。むちゃくちゃブラックってかっこいいですよね。で、今からちょっとつけていきたいと思います。全部つけてみました。やっぱり黒色ってかっこいいですね。すごい。でね、結構ポロリが多いんで、 あのー、ちょっと自分はストレスが、あのー、感じますねこんな感じです後ろから見た感じで横こんな感じですねやっぱ黒ってかっこいいですね自分は黒がすっごい好きですで特にマスターマインドの今回ねマスターマインドのこのマークの方が全面に入っているので すごい嬉しいですね。前回のあの仮面ライダーの方はマークが全然入っていなかったのであんまり自分は好きじゃなかったんですけど今回のマジンガー Z の方は全面にドクロのマークが出ているのですごい自分は好きです。本日ご紹介させていただきましたのはマスターマインドジャパンとマジンガー Z プレミアムバンダイがコラボした商品の方をご紹介させていただきました。 えっと、自分の中では、調合金が好きじゃない方は、無理して買う必要がないかなと思います。ちょっとストレスが自分の中ではありますね。ここのパイルダーオンも結構すぐに、ね、あの、まあ、置いてるだけみたいな感じなので、うん。それを考えると、あまり自分はこちらのアイテムはおすすめしません。でも、自分は、えっと、マッサマインドがすごく好きなので、えー、このアイテムを購入して満足しております。